その瞳に引き込まれたことがある。その瞳にうろたえたことがある。買い物するところがさ、いっぱいあるでしょ。浜崎あゆみと分かち合った5年間、まさかこんな日が訪れようとは思ってもいなかった。生まれ育った町を彼女自身が案内してくれるとは。で、あそこでライブをするなんて思ってはいないですよ。思ってない、思ってない。福岡にいる時はだって歌を歌うと思っていなかったから。東京に行ってもね。なぜ今浜崎あゆみなのかと問う人もいる。やっとその時が来たのだと私たちは答える。彼女と私たちの出会いは1999年。あゆは頂点に上り詰めようとしていた。彼女自身が紡ぐ歌の言葉で女子高生のカリスマと呼ばれていた。なんで歌い始めたんですか？なんだろう、居場所が欲しかったから。居場所が欲しかった。21歳のあゆはそう言った。取材を始めた私たちは世の中にあふれる自分のイメージを全て彼女がコントロールしている姿に驚き感動さえした。アーティスト浜崎あゆみを多忙を極めるあゆが全力で作り上げている。その姿勢はビデオクリップの演出にも貫かれていた。あゆも客席にいようかなと思ったの、うん、だ見てる方もアーティストであるあゆっていうこと、うんうん、がなんか浜崎あゆみのライブをやるとしたらどうだろうなって想像してるのが現実に目の前で起きてるみたいな、うん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 。かつて彼女のようなアーティストがいただろうか。凄まじいスピードで走りながら冷めた眼差しを自らに向けるアーティストが。翌年、夢中でカメラを回し続けた私たちは番組を送り出した。あゆも喜んでくれた。多分。けれど取材は終われなかった。なぜならあゆが左耳の聴力を失いかけていたから。ほとんど聞こえてない状態ですね。え、今は何、左側は全然ダメです。電話とかもできないですね。探し当てた居場所に傷だらけの君。2002年。それでも走り続けた彼女は2年連続でレコード大賞に輝いた。きらめきの代償に支払った犠牲は小さくはなかった。この頃から彼女との距離が遠くなり始めた。いや、距離を作ってしまったのが他ならぬ私たちだったのだと後に彼女から指摘されることになる。人と人が理解し合うことはたやすくはない。その力強い瞳が光をなくしかけていた。2003年、もどかしさを覚えながらも私たちはほとんど彼女にカメラを向けなかった。そして今年、さまざまな誤解や思い込みが静かに溶けていく瞬間が訪れた。渋い渋いな、この絵が。きっかけは3時間に及ぶインタビュー。今日一日のあのインタビューですごい台無しにしたんじゃないかなと思ったから、すぐ言った。もう一回会わせてくれって石井さんに。翻弄されすれ違い続けた1579日。なのに浜崎あゆみが語り尽くした心の中は切ないほどにまっすぐだった。去年
前人未到のレコード大賞3年連続制覇。本人はしかし、もう私は旬じゃないからと平然と微笑む。あゆは偉くなりすぎた。そう言って離れていったファンも少なくはない。もう一度ちゃんと話したい。唐突に浜崎あゆみから連絡が入ったのは今年1月のこと。実はその一月余り前、私たちは恵比寿のホテルでインタビューを行っていた。だが彼女はすぐ後であれは使わないでほしいと言ってきた。理由は不明。これで放送ができるのだろうか。ディレクターが肩を落としていた矢先の急な連絡だった。やってきた彼女の表情に覚悟のようなものを感じたのは気のせいではなかった。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。これまでの5年間私たちが何を見てこなかったのか思い知らされた。長いインタビューは3年前の記憶から始まる。それは彼女が名実ともに頂点に立った2001年3月。あの時、東京渋谷の街はあゆ一色に塗りつぶされていた。初めて売り出すベストアルバムの広告は、黒く大きな瞳から流れる一筋の涙だった。至るところで、あゆが泣いていた。当時伝え聞いたのは、ベストアルバムの発売を急遽決めたのは所属するレコード会社だったということ。その決定が彼女に与えた衝撃の重さを私たちは3年後の長いインタビューで知った。それは私の思っていたような形でこうリリースすることができなかったから、あ、そんなもんなのって思ってしまったっていうか、いや違くないのって、ベストってもっと私にとってすごく夢見てきたものですごく憧れていて、いつか出したい、いつか出せるかなって思っていたものをある日突然、何月までにベスト版をリリースしますみたいな、しますってどういうことみたいな、はあ、しませんかじゃなくてしますっていうなんか感じ、うん、わあ、やっぱりすごいショックでしたね。嘘でしょって。カメラはベスト版のために楽曲を改めてレコーディングするあゆを記録している。お願いします。お願いします。ベストなのになぜ歌い直すのか、その意味があの時は分からなかった。今にして思うとそれは彼女のささやかな抵抗だったのかもしれない。決して本意ではなかったベスト版の発売、あゆはそのプロモーションに追われた。発売時に主だった雑誌40誌の表紙を全て自分の顔で飾る、そう決めたのもまた彼女だった。お待たせしました。超過密スケジュールを縫って40誌分の表紙撮影に臨んだあゆはまるで自分をいじめているようにさえ見えた。ようやく探し当てた居場所に彼女は違和感を覚え始めていたのではないだろうか。スタッフには以前にも増して完璧を求めていた。だってもうできてると思ってるから、そういうね、着替えて衣装決めて行こうとしたらちょっと待ってくれって言うからさ、待ってたらいつまで
経っても呼びに来ないしさ、だからだったら自分たちは説明をしに来てよ。何にも分かんないまま、あゆだけじゃないよ、みんな待ってるんだから、他のスタッフだって。自分たちがテンパってるのも分かるけど、ちゃんと何を待たせてるのか、何がいけないからできないのかっていうのを説明して随時に。私たちは妥協を許さないその姿をただ呆然と眺めていたような気がする。スタジオを彼女の気迫が支配していた。そして町中のマガジンスタンドをあゆが埋め尽くした。勝手に消費してくれと言わんばかりのイメージの氾濫。なぜと聞いたとき、当時彼女はこう答えている。いや、普通のオリジナルアルバムだったらやんないですけど、だからベストっていうので、まあこれが最後かもしれないし、あのベストを出すのね、そんなそうそう何度も出せるものじゃないじゃないですか。あとは自分でそれまでにケリをつけたいっていうのもあるんで。それまでの、自分に、それまでの自分にケリをつける。気にかかった言葉の真意が、一筋の涙の理由が今にして見えてきた。それにしてもこの時浜崎あゆみ22歳。あの頃はね、私は浜崎あゆみという人間だと思ってた。私は自分のことを浜崎あゆみという一個人であり、人間であり、女でありっていう風に思っていた。だけどそうじゃなくて、私は組織の中の一部であって、さらに言うとそのマヨベックスという大きな組織の中の私は大事な商品なんだなというふうに解釈しました。そうでないと納得がいかなかった。はい。それって結構すごい自分を説得させ方じゃないですか、ある意味ね。だからそれで終わりにしようと思った。それはすなわち引退ということですか。まあ引退という形なのか、まあとにかく具体的にそこまで決めていたわけじゃないけど、とにかくもう離れたかった。期せずして別会社のアーティストと重なったベストアルバムの発売日、どちらが勝つか、メディアはその対決に好奇心をあらわにした。いらっしゃいませ、浜崎のベストアルバム発売中です。成り行きは誰もが知っている。結果的にあゆのアルバムは400万枚を超える驚異的なヒットとなった。売り上げにしてなんと120億円。組織が決めた不本意なアルバムの発売は、その一部上場企業の株価さえも左右した。この時あゆは決意したという。もう逃れられないなら、引き返すことができないなら、じゃあ私はここでとことん生きて人間として生きてやれと思った。ある意味もうだから、なんだろうな、その組織と戦ってやれみたいな、自分が属してるはずの組織なのに戦ってやると思った。組織を家庭や会社に置き換えてみれば、それは誰もが味わう苦さだ。そしてあゆは適当に折り合いをつける道を選ばなかった。
半年後に発表したビデオクリップでは、売れると同時に豹変した周囲に失望し、がんじがらめの組織から逃げ出す自分を描いている。これほどストレートな表現に当時の私たちは気づかなかった。分け知り顔の大人なら苦笑するかもしれない。だがあゆは分け知り顔の大人になるつもりなどなかったのだ。取り付いた居場所で戦わねばならなかった絶望の深さ。彼女の原点ともなったあの歌を私たちは思い出した。どうして泣いているの、どうして年、彼女は福岡、大阪、名古屋、東京を巡る四大ドームツアーに挑んだ。総制作費27億円、予定動員数30万人以上。当時たった一人で四大ドーム全てを満席にできるのは彼女しかいないと言われていた。けれどあゆの戦いはこのツアーで抜き差しならない局面を迎えることになる。こんにちは、ゆうちゃんみたいな。無邪気な表情でリハーサル会場に現れたあゆ。でもこの時彼女の中で絶望と気負いがせめぎ合っていたとは。巡り合わせだが、私たちは取材現場で何度も何度もこの歌A Song 4を耳にした。つかの間途切れた歌声、起き始めていた。なんか違う音が聞こえる。でかいのかな。すっごいパッパッパッパ言ってる。そうかそうかそうか。なんだろう、わかんない。どこ立ってるのかわかんなくなっちゃう。左耳から聞こえるはずのない音。1年前に起きた突発性難聴の記憶が蘇る。どんどん明日前のパターンでいくとそうじゃん。どん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 。それがだからずっともうこれで治ることはないでしょ。多分一回これが鳴り出したら、うん、止まることはないじゃん絶対に。ちょっとちっちゃくなってしまうんだけど、多分一日でもずれる。リハーサルを延期するほどスケジュールに余裕はなかった。知ってる人いる。耳栓をしても音が止まない。
人間として生きようと決めながら、あゆ、君はこの時立ち止まろうとはしなかった。ツアーの準備は着々と進んでいた。やがて展示会場を借りた最終リハーサルが始まる。叩きつけるような大音量が渦巻く舞台にアユは立った。医師は忠告したという。あなたがこんな生活を続けていたら左耳が治るかどうかは保証できない。その日、本番5日前、音程が取れない。拭っていたのは汗ではなかった。ステージにうずくまり体を震わせていた。どこまで無理を重ねる気なんだ。私たちはため息をつきながらもカメラを回し続けた。コンサートスタッフの動きが慌ただしくなる。誰もがアユの体調を気遣っていた。だがスケジュールを変えることなど誰にもできない。スタッフに手振りで詫びると彼女は舞台から消えた。弱音を吐かないアユのそんな姿を初めて見た。2001年6月22日、浜崎あゆみの四大ドームツアーは生まれ故郷福岡からのスタートだった。開演時間を待ちきれずに詰めかけたファンの誰一人、アユの左耳に起きている事態を知らない。この日までに十分なリハーサルが詰めなかった彼女は懸命だった。向かい合う観客は3万人。その眼差しに応えるために、ショービジネスの世界が厳しいのは当たり前だ。私たちはその強さがどこから来るのか、彼女の真実を見届けたかった。どうしたの？ステージが凍りついたのは会場の2時間前だった。舞台上に忽然と現れるオープニングの演出。床に開けられた深さ2メートルの穴にアユが落ちてしまった。しかも助けようとしたスタッフもまた誤ってアユの体の上に転落。左耳の異常が彼女のバランス感覚を乱したのかもしれない。それにしても神様はどこまでアユに犠牲を強いるのかと私たちは思った。息を飲みながら、しかし私たちはカメラを向け続けた。記録せずにはいられなかった。お前らこんな時にどういうつもりだ。トゲを含んだ視線があちこちから飛んできた。組織への不信、左耳の不安、一方でファンに対する誠意、そんな全てを抱え込んでしまったアユの小さな体が担架に乗せられたまま病院に運ばれようとしている。人間として生きてやれ。この時彼女はそう決めたばかりだったのに。この様子ではコンサートはキャンセルになるだろう。スタッフたちのただならぬ気配からそう感じる一方で、これでアユも少しは休養できるのではないかとも考えていた。
主人公を失った会場は沈鬱な空気に包まれていた。重要な決定を下さなければならなかった、まあ、本人とは話しますけど、多分今日はやらない方が高いですね。今日明日は今日コンサートの延期は莫大な損失を意味する。照明だけがテストを繰り返すうつろの会場で改めて彼女が背負っている重圧を思った。商品としての浜崎あゆみはもうあゆがコントロールしきれないほどに巨大になっていた。スタンド内にはまだ入れません。コース内で今座りとお待ちください。会場の外ではこの日を待ちわびてきたファンが何も知らずに長蛇の列をなしていた。病院から車が戻ったのは会場予定の30分前。車椅子のあゆが一瞬カメラを見とがめたような気がする。その後私たちは絶句した。彼女はコンサートを強行するという。たとえ傷を負っても彼女はファンをそしてスタッフを裏切れなかったのだ。車椅子のままあゆがステージ上の動きを確認していく。左足の怪我は全治3週間。医師からは安静にしろと言われたらしい。走れるか周囲から聞かれて彼女は答えた。走ります。演出プランの変更も考えていたスタッフはその言葉に胸をなで下ろした。開演時間を遅らせた以外は全て予定通り。本来ならば走ることなどもってのほかだったのだ。よろしくお願いします。痛み止めの効果は1時間半という。2時間を超えるステージは何事もなかったかのように幕を開けた。湧き上がる歓声を浴びて傷だらけの浜崎あゆみは輝き始めた。会場を埋め尽くす3万人の中でアユの左足が悲鳴を上げていることを知る者は一人もいない。切なかった。これが君の居場所かと思うと切なかった。薬の切れかけた足をかばいながらアユが最後まで走り抜く。そしてドームツアーを成功に終わらせた後、彼女は左耳の聴力をほとんど失っていた。彼女の活躍は圧倒的だった。出す CD の全てが初登場第1位。年間売り上げは他を大きく引き離して実に240億円を超えた。私たちはあゆを追い続けた。彼女の内面にもっと踏み込みたかったけれど、近づこうとしても近づけない何かがいつの間にか生まれていた。目に見えない壁。その訳を彼女自身が教えてくれた。その時の
気持ちをね、なんかこう整理できなくて、プロデューサーに、私今自分のその置かれてる状況をこうだと思う、こう感じる、こうやってなんて言ったらいいのかなって、どういうことなのかなって相談したことがあって、そしたら彼がすごいうまいこと言って、ね、お前さそれこんな感じって、ここに天井があって、ここに床があって、左右の壁がここにある感じしないかって言ったんですよ。だから上も下も右も左ももうありませんっていう、なんかお前そんな感じしない？だそれって言ったんですけど、決してこうただっぴろーくて、ありとあらゆる望むものがそこにはあって、全てが美しくて輝いててっていうんじゃなくて、うん、しかもその壁の色は何色なの？真っ白だったよ。気がつけば彼女は白く何もない世界で身動きが取れずにいたという。人はそれを成功した者の贅沢な悩みと言うかもしれない。だが頂点に立った者だけが見てしまう荒涼とした地平はきっとある。誰も助けてはくれない寒々とした荒れ地。その荒れ地で鮎はまたもや絶望を深めていたのだ。私たちはそれを知らず、ただ苛立っていた。カメラを向けても感じられない手応えに焦っていた。この頃彼女に託した一通の手紙がある。見えないものを写し取ることができずにいた私たちは、自分たちの無力さを棚に上げ、あからさまな提案をした。これから撮影が終わるまでにあなたの自宅でのインタビューをお願いしたい。その手紙には、自宅なら彼女の素顔を見られるかもしれないという計算があり、プライベートな知人への取材を望んだ背景にも彼女の本音を探りたいという作戦が潜んでいた。お願いをするのはこれで最後。しかし私たちの希望は拒絶された。理由が本当だと思えなかった。私の中でなんか、なんていうのかな、そのそういったものを、私のもっとプライベートな部分を取るそのわけはっていう、そこがとても私にはこの前よりももっと、なんていうのかな、数字を取んなきゃいけないんですみたいな感じがすごいしたんですよ。誤解だとは言えなかった。結局鮎は飾らない素顔を私たちに見せ続けていたのではないか。気づいたのは今年、長いインタビューを終えてからだった。そう、あの歌のように、居場所がなかった、見つかった、中学を卒業した後、福岡から東京にやってきた鮎はよく渋谷の街角に佇んでいたという。
他の多くの若者と同じように居場所を探していたという。そういえば5年前私たちはアユの歴史を見つけるためにふるさとを歩き回った。分かったのは幼い頃両親が離婚し彼女が父親の顔を知らないことくらい。以前の放送でも福岡時代の写真は絶対に使わないでほしいと釘を刺された。アユの中で何が変わったのかは分からない。だが彼女の方から話したいと望んだ長いインタビューの中でアユは意外な言葉を口にした。いくつかの季節が巡り浜崎あゆみは今25歳になっている。なんか許せなかったんだと思う、あの頃は昔の自分を。昔の自分はね、どんな部分か、そのさっき言ったみたいな部分がじゃなくてまた別なんだろう。もうなんかその具体的にどうっていうよりは過去を許せなかったっていう感じなんですけど、なんか負い目みたいなものも感じていたり、もうとにかくそのまさしく過去を封印してましたね、自分の中で。嫌だった、誰かに掘り返されるのは。私と一緒に福岡へ行きましょう。インタビューから2月、それは過去を封印していたアユからの提案だった。あのインタビューの席で彼女は言った。真実は一つじゃない、真実は受け止める人それぞれが感じるものだと。それが分かった時自分は楽になった。だから過去を封印する理由は私にはもうない。5年の間彼女を追い続けて、これがとうとう最後の取材になった。あ、こここういうとこにいたよ。あった、ああいうふうになんかボートとかいっぱい転がってた。あー、この辺にいたな。誰かが釣りしててついてきて落っこったことあるよ。落っこっちゃったの、こういうとこからピョンって。目の前にくつろいだ表情のアユがいる。でも口をついて出た言葉に私たちの方が耳を疑った。すっごいちっちゃい時だからちゃんと覚えてないし誰にも確認してないけど、多分お父さんと来たと思う。お父さんってそのお父さんですよ。なんかね、釣りの道具がいっぱいあったよ家に。そのいなくなってからもね、置いてったんじゃない？忘れてったのかな。忘れて、お父さんの釣り道具だけだ。そうですね。彼女は本気で私たちと向き合おうとしている。そう感じた。アユの故郷、福岡。すげえ、目つけてくれた。そこは彼女が生まれ育った町だ。どこ行ってんの？学校。これほど穏やかな様子のアユを見たことがなかった。当然だけれど彼女にだって世の中の25歳と変わらない横顔がある。それを知らされた。わあ、飼育小屋ある。私飼育員だったんだけど。すげえ。ちっちゃ
ちゃい。ちっちゃかったんだね。そうそう、この辺です。ここで止めてほしい。あ、もっとこっち。唐突に言い出したのはアユ。そこ行きたい。でも行ってみようか。降りてみる。うん、うん、来て。アユが車を降りたのは病院の前に広がる公園の脇だった。17、8の時かに、ここに私のおばあちゃんがずっと入院してて、父親が家を出た後、一人っ子のアユは母親とおばあちゃんの3人で暮らしていた。母親が働く家庭で幼い時からおばあちゃん子だった。東京に出て歌手を目指していたアユは福岡に戻り、おばあちゃんの病室に泊まり込んだという。そんな時、彼女はこの公園でぼんやりと過ごすことがあったらしい。あ、前も昔もいた、スケボーやってる子。世の中の大人すべてを敵に回しても必ず味方でいてくれたおばあちゃん。決して優等生ではなかったアユを見守っていてくれた人。どうしたらいいのかなと思ってここにいた、いつも。歌という居場所を求めてさすらっていた時代も、おばあちゃんだけはアユの砦だったのだ。仕事が入ってて、レコーディングが入ってたんですよ。あ、じゃあそれも歌手になってからね。ね、でもね、デビュー曲のレコーディングなんで、初めてのレコーディング。ポーカーフェイス？そうです、そうです。のレコーディング。はい。が入ってて、で、帰る日に、私明日、デビュー曲のレコーディングするんだよって言って、だから帰るねって。でも終わったら戻ってこようと思ってたの。明日やってまた明後日戻ってくるから待っててねって言ったらさ、泣いたの。おばあちゃんが？そう、泣いたっていうか涙がバーって出たんですよ、目から。だってさ、意識なくて何もご飯ももう食べてないしね。えレコーディングの朝、おばあちゃんは旅立ってしまった。訃報を聞いたのはスタジオに入る前。アユはおばあちゃんへの手紙を書き、もう受け取り手のいなくなった病院にファックスしたという。そして彼女はデビューした。その先のきらめきは誰もが知っているけれど、何度も福岡でコンサートをしながら、アユが決して病院の公園に近づかなかったことは誰も知らない。彼女は私たちのカメラの力を借りて、そこにいた昔の自分に会いに来たのだ。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。これまではいつも不器用なまでに頑ななアユと、踏み込む前に立ちすくんでしまう私たち。その距離が縮まっていた。ありがとうございました。お疲れ様です。君は今、君にしかできないやり方で自分と折り合いをつけたのかもしれない。渋い、渋いな、この絵が。非常に大張りですから、ちょっとこう好きっぱらに扱うとか。あ、キム下がりがいい。絶望も気負いもどこかに捨てて、彼女はなんだかとても優しい眼差しをしていた。それは懐かしい博多の屋台のせいばかりではないだろう、うん、こんな柔らかな素顔と向き合えるまでに、君と私たちの間には5年の年月が必要だったのだ。
真っ赤にしないとダメだよ、博多ラーメンは。浜崎あゆみ25歳。すれ違い続けた長い旅を君の笑顔で終えられることが私たちにはたまらなく嬉しい。